ね、はい、1週間企画をやりたいんですよ。何を1週間やるんですか？それはこちら、脳トレです。あー出た、あのさ、おっさんのさ、顔のやつだ。やめて、やめて。これはね、ゲームをして脳年齢をね、測定できるんだけど、これでね、今からお互いに測定して1週間このゲームで遊んだらどのぐらい効果が出るのかっていうのを検証したいんですよ。あー任せる。それではまずは初日のね、測定をしていきましょう。いきまっしょ。お店の動画、それでは、はい、早速やっていきましょう。おい起きろ川島。こいつ寝てんな。こいつ教授だからな。こいつ川島なの。こいつ川島先生よ。誰、ちょっと起きて。ちょっと、うん、はい、はいはいはい。あれ起きない、もう爆睡くらいじゃん。爆睡ってんじゃん、こいつ。とりあえず A を押してみる。そうだ、もうあれ起きた、起きたか川島め。ではね、はい、これから1週間毎日トレーニングをやっていきたいんですけど、そうなんだ。まずはね、脳年齢を測りたいので、今回はこちらのお手軽っていう方のね、このお手軽脳年齢チェック、じゃんけんでテスト、ね、何じゃんけんで分かっちゃうの、脳年齢。そう、ではちょっと押しますね。いいよ。川島が口ピク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 。ジョイコンのモーション IR カメラに手をかざして行うじゃんけんです。画面の指示に従ってできるだけ早くグーとキーパーのいずれかをかざしてください。勝つやつ、もしかして勝たなきゃいけないの？え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。勝負がついたら一旦手を上げてから次の手を出します。はい、勝てる手だけではなく、負けてください、ね、あ、やばい、リオやばい、超苦手だわ、こういうの。え、超苦手。マジ？これ反射神経がさ、必要なんじゃない？反射神経？うん、違うね。何？判定力だ。何言ってんの。モーションアイルカメラに指先向けるとうまく認識されませんので、ちゃんと、うん、あの正面に向けるようにしてください。あ、なるほどね。あ、熱で感知するの、すっごすごい、やば。近すぎたらもうダメです。遠すぎてもダメですね。手がモーションアイルカメラの映像にちょうど収まるぐらいが最適です、はい。手以外のものが映り込むと誤認識される可能性があります。あ、なるほど。あ、なるほど。では始めます。じゃあリオちゃんからちょっとやってみてくださいよ。どうぞ。では始めます。リオちゃんのターン。いい？いいよ。スタート。待って、絶対負けたくない。私も。行くよ。いいよ。スタート。あ、右右右。右手を使う。右。OK、OK。あ、何？いい？ちゃんとバッてやんで、ね、バッて、ね、あ、そうね、こうやってやんだよね、こうやってちゃんと、そう、あの切れてやんないといけない、うん、毎回ね。いくよ。いいよ。準備ができました。はい、はい、はあ、おあ、なるほど、あ、なるほど、なるほど。はい、はい、すごいじゃん。はい、はあ、はい、はい、よく考えよう。はい、すごいじゃん。はい、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 あ、負けてない。あ、私結構強いかもしれない。私結構いい感じ。はい、あ、はい、パー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 、はい、はい、はい、失敗、はい、失敗罰じゃない、何も言えなくなってる。はい、はい、あ、いいね、今、ね、負けてください。スピード、はい、勝ってください。はい、負けてください。はい、勝ってください。はい、負けてください。はい、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 勝ってください。あ、私、あ、結構、え、結構いいじゃない、ノルちゃん。あ、すごい、同年齢。え、私、1位だ、1位、1位。わ、暫定1位だね、今のところ。これ何、押すの、次へ、次へ。はい、測定結果ね。あ、あ、20歳を最高として算出します、だって。あ、なるほど。あ、20歳が最高に若いってこと？あ、そうなの？あ、なるほどね。え、どうぞ。はい、あなたの同年齢は、あはは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 。待って、でもよく考えて、これから1週間56歳以下になれば私さ、若返るってことでしょ。まあ、そういうことだよ。もういいんじゃないの。あー、え、56歳だろ、私の同年齢。え、ノルマが低いね。え、ノルマが低いよね。こんな、やばくない？で、私めっちゃ早かったじゃん。なるほど。
次は私だ。うん、なるほどね。なんか結構むずいよこれ。むずそう。じゃんけん、早出しじゃんけんだからね。むずいからね。早出しじゃね。え、早出しじゃんけん。ふぅ、絶対に負けられない。46や61だからね、結構早いからね。いくぜ。いや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 、見きて、うん、はい。やばいやばい、はいはい、絶対負けない。あー、どうぞ。負ける、あ、勝つ、負ける。あ、ちょっと分かんなくなっちゃった。勝つ、あ、勝つ。え、負ける。今のバスやん。勝つ。だってこの人遅いんじゃない。負ける。勝つ。この人遅い。負ける。遅いかもしれんよ。勝つ。負ける。あ、早いね。勝つ。早い早い早い。負ける。あ、勝つ。こうやって勝つとか負けるとか言うと、確かに勝てる。勝てる。勝つ。あ、負ける。いいよ、はい、チョキ。勝つ。今のは罰やろ。負ける。勝つ。いいよ。あ、ほら、早くて。絶対早いよ。早いし、ほうが。え、早い。え、ほわーやだよ。ほわーやだよ。ほわーやだよ。あんた、おっそー。なんで。おっそー。なんで。次。なぜ、なぜ、なぜ。あ、20歳かなー。20歳かなー。違う、46歳。あっ。おー。30歳だ。ババア。ほっかな方がババアじゃん。私56。いやでもちょ、30か。あ、なるほどね。もっとさ、私も20歳じゃないと。20歳がいいわ。ということで私は30歳ですね。あなたは56歳。ふう、まあリオちゃんよりはね、あの脳がまだ若くてよかった。いや、私の脳みそをしわくちゃにするぜ、これから1週間かけてな。すごそう。ああ、それでは、はい、今日から1週間、ああ、トレーニングをしていきましょう。ああ、毎日ね、していくぜ。じゃあまた1週間かな。56歳。はい、おめしつの動画、はい、はい、1週間経ちました。いや、お疲れ、お疲れ、お疲れ様でした。どうでした、ちゃんとやりました。いや、もうめちゃくちゃやったね。マジ本当にね、うん、もうやりすぎて、うん、目がいかれたわ。うそ、マジマジ。いや、私も結構ね、ちゃんとね、やったんだけど、ね、あ、そうなの、うん、じゃあまずはね、うん、れいちゃんの1週間の成果から見ていきましょう。あ、そうですね。ではれいちゃんの成果はこちら、うん、どう？あー、なるほどね。うん、だいたいね、毎日ね、うん、スタンプが増えるごとにさ、うん、新しいゲームとかが追加されてて、あ、そうね、そうね。だから日数経つごとに結構増えてってるみたいな感じなんですよね。うん、あ、でもそんなだね。え、結構頑張ったよ。なんか途中でね、うん、あの炭スタンプもね、なんかオリジナルのが作れるとか言って、炭レイちゃんにして、おふー。あとはね、うん、あの右上の、うん、あの脳みそのマークは、うん、毎日ね、1日1回あの脳年齢テストができるので、あ、それをね、毎日解放された日からね、毎日やってました。あー、でもそんなことないね、うん、そんな大したことなかったわ。え、私の方が全然マジ比べ物にならんわ。でね、特にね、例のね、お気に入りのあのトレーニングの内容はね、名曲演奏っていうのが面白くて、あー、りょうもりょうも好き。なんかピアノをね、うん、弾くみたいな感じなんですよ。あー、なるほどね。うん、なんか覚えられそうだし、楽譜が。あー、わかるわかる。面白い。うん、ね、面白いね。うん、ではりおちゃんの成果を見ていきましょう。はい、それでは、はい、りおの成果はこちら。ほら見て、めちゃくちゃやった。え、やばいっしょ。え、7日連続でやってんの、やばない？それ当たり前なんだけど。やば、全然やってないやん。やったけど、ちょっと何、土曜日とか、うん、1個しかやってない。いやいや、炭ってつけばいいのよ、こんな。嘘。だって1回トレーニングしたら、あのおじちゃんが、うん、今日は打ち切り攻めでしたとか言ってくれるもん。絶対1回じゃ言ってくれない。3回だよ、言ってくれるの、うん、言ってくれたよ。3回クリアぐらいで言ってくれるよ、うん、記憶には言ってた。絶対言ってないと思うんだけど。一回やって、あー、頭良くなった、うん、よしってなって終わったわ。この人ダメだ。めちゃめちゃやったわ。脳年齢チェック解放された日1日しかやってないね。ああ、いいなー、炭スタンプさ、変えれる機能。え、この人全然やってない。私めっちゃやったのに出なかったわ。運だね、運だわ。違うよ。え、リオちゃんのお気に入りのトレーニングはどれでした？リオはね、全然やってないけど、直前写真っていうやつがね、面白かった。 あの1個前の写真を覚えて、うん、画像をね、押してっていうのをね、何回もやるんですけど、うん、
それがすごい楽しかったね。でも遅いね、自己ベストの時間。遅そう。あと2回ぐらいしかやってないけどね、これは。でも一番面白かったね。この1週間の中で一番最新で出たやつですね。そうそうそう。一番新しく出てきたゲームでした。そうなの、そうなの。それではね、はい、この1週間のトレーニングの成果、果たして脳年齢は、若くなっているのか。どうなっちゃったの私の脳みそ。では、めちゃくちゃ頑張ったレイちゃんから挑戦していきたいと思います。メッセージ頑張んな。一番若い年齢出ちゃうかもしれないけど。マジかよ。そうだよ。やば。それでは、はい、こちらのね、前回と同様、お手軽脳年齢チェックで測っていきたいと思います。脳みそを調べよう。すごい。ちなみに前回のレイちゃんの記憶は30歳だったので。あ、そうだったね。果たしてどれくらい若くなっているのか。結構さ、30ってさ、あれだよね。でも1週間めちゃくちゃ頑張ったのでね、絶対に若くなってるんですよ。あ、間違いないね、それは。間違いない、わかるわかる。それでは、はい、やっていきます。あ、ポーチポーチ、右手右手。では行くぜ。あ、いいぜ。はい、どうなっちゃうの、どうなっちゃうの。絶対に勝つ。しゃあ、負ける、勝つ、負ける、勝つ、負ける。いいんじゃない、いいんじゃない。勝つ、負ける、すごくね今。何、勝つ、負ける、勝つ、あ、負ける、そんな勝つ、負ける、50、勝つ、負ける、勝つ、負ける、声だけ出せばいいと思って。負ける、でも全然勝つ、全然失敗してないじゃん。え、早いんじゃない、これ。あ、え、早いんじゃね。失敗してないんじゃない、一回も。まあ、プロみたいな速さだったな。結構いいんじゃない、30秒って。さあ、どうでしょうか。なんなの、脳年齢は。ああ、20歳がマックスだ。そうや。あなたの脳年齢は、うわーマックス、あんた、うわ、実年齢だ。え、何言ってんの。あ、20歳実年齢だ。マジ、うわ、やば。やっぱね、練習の成果はね、出るんですね、やっぱり毎日トレーニングすることで。だよね、そうしか、毎日トレーニングいっぱいしてたから。やば、じゃあ私も20歳だわ。最高に若い。やば、最高若いね。やば。では続いてリオちゃんにやってもらいましょう。任せてみ。わー、リオ選手どうぞ。ちなみに前回私は56歳。じゃあいきますよ。スタート。では右手、ジョイコンをエンドラカントしてください。オッケーオッケーオッケー。すごいじゃん。はい。で、で、スタート。負けてください。勝ってください。間違えた。はい、勝ってください。はい、負けてください。負け、え、負け、待って待って、負けてください。勝ってください。負けてください。勝つ。負け、負ける。勝つ、はい、はい、はい、勝ってください。あ、負けてください。勝ってください。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 早いんじゃない、結構早いんじゃない。毎回グーチョキパー10秒しか変わらない。毎回グーチョキパー全部出してたよ今。やばいよこの人絶対。56歳なんじゃない。いくよ。どうぞ。結構早かった気するわ今。本気でやってなかったでしょ。本気でやってた今。結構本気でやってた。結構ぐらかったね結構。そうだったね。じゃあ何年齢は何歳。ほら若返った。若返ってるじゃん。みおちゃん41歳。11歳ぐらい若返ってんじゃないの。え、15歳ね。じゃあ15歳。やばくない。やばい。やば。今ので若くなってんの。やば、成果出ちゃってるわこれ。やば。やばくない。私成長してんじゃん。え、ね、まあ確かに年齢で見たらそうだね。結構早かったですね。うん、そうだね。はい、ということで、はい、結果はですね、れいちゃんが30歳から20歳、りおちゃんは56歳から41歳になったということで。やば、え、私の方がさ、若返ってるからね、脳みそ。
そうだよね、数字的に見たら。そう、そうだね。やば。そうだね。やばいね。まあ、成果はね、出たんじゃないでしょうか。あ、そうですね、そうですね。うん、リオちゃんね、まだまだ伸びしろがあると思うので、頑張ってください。あ、そうだね、うん、毎日やります。5回ずつ。ぜひね、皆さんもやってみてください。やってみてください。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。